ちょっと声出したらダメなので、こんにちはって言ったら拍手でお答えお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。せーの、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。約 1年ぶりの社の無事開催できて、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。簡単にシャドウのコンセプトだけ説明させていただきたいんですけど、シャドウ初めて来られるお客様おられますか？はい、あ、いる。いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。シャドウはもともと、その解散してしまったグループだとか、あまりあのみんなに知られてないマイナーなグループだとか、あの人数脱退とか人数が逆に増えたりして見られなくなったグループとかを視点にしてて、そういうグループとか曲を今日一日光照らそうじゃないかみたいな感じのコンセプトでやってます。ただそういう曲だけじゃなくて、もちろん最近の曲も皆さん、あの出演者様が用意してくださってますので、今日ステージ見て帰ってから、あ、なんかあのグループのあの曲なんか耳に残ってるなとか、イメージなんか印象残ってるなっていうのをまた調べてね、本人たちの方にも、あの 本人動画も見ていただけたら嬉しいなっていうのをコンセプトに置いてやっております。で、毎回シャドウはオープニングアクトをお願いしてるんですけれども、今回はあの先ほど挨拶していただいたハードビスケットの皆さんにお願いして、選曲もみんなでお願いして、もう 全任せでしてしまったんですけどね、最高でしたね。最高、最高。どうでしたか皆さん。やばくないですかあれマジで。練習とかも見てなくて、私たちも初めて今日見たんですけど、本人、マジ本人おるみたいな。ぜひあの分からな、知らなかった人たち帰って調べてください、はい、本当あの今日いたメンバーがそのまま動画に出るんで、そのまま帰って調べていただけたらなと思います。はいはい、でそんなことなので次アスタに簡単に注意事項だけ説明させてしていただきます。はい、じゃあはい、注意事項です。今日は、まだコロナの影響で、残念ながら声援がなしで、見てもらうことになるんで、皆さん、寂しいのでステージ立つみんな、だから出てきたら拍手、もう前出てきたら拍手、もうずっとみんなに拍手を送ってあげてください。いいですか？イエーイ。はい、次は、写真と動画は全然いっぱい撮ってもらって OK です。なんですけど後ろにもお客さんがいらっしゃるので、こうやって上に上げたりとか邪魔にならないようにだけお願いします。ぜひ撮った写真とか動画はグループさんに送ってあげてください。次が、このフロア内は飲食が禁止になっています。ドリンクのみ、飲んでいただくことが可能です。で、外でアルマさんっていうあのお菓子屋さんが出店してくださってるんですけど、そちらでご購入されたお菓子等も、持ち帰ってお家でいただいてください。次が、途中退出 OK です。なんで全然出て入って自由にしてください。あとは、入り口でコロナの追跡 QRL あると思うんですけど、もしまだ読み込めてないよって人がいたら、休憩時間とかも挟んでますので、その時間内に読み込むようにお願いします。当フロアは、禁煙になってます。でお手洗いは、そこにバーカンがあるんやけど、そこまで行ったら分かります。こう行ったら来れるので、もし分からなかったら受付にいるスタッフに聞いてください。で先ほど言ったのと被るんですけど、本日アルマさんというお店が出店してくださってて、当日でもあのお菓子とお購入できますので、ぜひお願いします。はい、あ、そうだ、今日も DJ タイムがあるんですけど、今日はみんなステージに上がって踊ってもらって大丈夫です。なんですけど、マスクだけお願いします。全然あのあんま分かんないって曲でもいっぱい上がって自由に踊ってください。はい、あ、ごめんなさい、あと1点だけ、2段目の列の一番先頭の中央でスタッフ関係者の方が動画の撮影をしてくださってます。なのでそのごめんなさい、前の真ん中にいる方たち、あの手挙げたりしたらその動画に全部映っちゃって、公式の YouTube にお客さんの手が映っちゃうことになるので、そちらだけご注意お願いします。はい、暗いかな。はい、ではもう早速、はい、第1ブロックスタートしたいと思います。はい、
皆さん、あの拍手の準備大丈夫ですか？はい、ペンライト持ってる人つけて、イエーイ。ありがとうございます。はい、もうずっと拍手してください。では行きましょうか。はい、レッツゴー。大丈夫ですか？大丈夫。はい、それでは第1ブロックスタートでーす。イエーイ、お願いします。